こんにちは。前髪がいい感じのムアノンです。今回ですね、やっぱこのね、これとこの自撮り棒使いこなしてる人といえばあの先生ですよね。今日はあの先生にこの使い方をちゃんと、ライトとこの自撮り棒の使い方をちゃんと教えていただきたいと思います。それではブリッコ先生。はーい。名取先生みたいにスマホ持って登場しましたけど、これ一人で自撮りしますね。寂しい。あれ、これ何、これいいのあるじゃない。あ、ちょっとお座りください。どうぞお座ってください。あ、これもいいのあるじゃない。座ってください、座ってください、どうぞどうぞどうぞ。なんかさ、なんだっけ、なんかさ、ミックスチャンネルみたいなやつなんかやってんじゃん、あんたよく。なんかバーンバーンバーンみたいな、こうなんかカメラガーンみたいな。ほんとやってんだって、カメラバーンみたいな。え、いけよいけよ、じゃあ見てて、いけよ。うん、どうでしょう、バーンみたいな。あ、ほんと綺麗だけど。聞いといて、なにそんな。 You must say it。 ほら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 。ごめん、ちょっとすっごい寒いんだけど、鳥肌立つ、ほんとに。 You must say it。 ほらほらほら。ただの自信持ってるみたいな家じゃん。自撮り棒と、うんうん、このライトをね、はい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 、1個チョイスしたんですけれども、うん、いまいち私使い方はまあまあ大体わかるんですけども、私基本の使い方しかわからないので、そのブリッコ先生流のそのすごくいい使い方があればぜひ教えてほしいなってちょっと思ってるんですけれども、あ、はい、これちなみになんだけれども、ノエロめっちゃ使わなくてます。もう自撮り棒って私持ったことなかったんですけど、めっちゃいいです。はい、ということで私がね、やり方を教えていきたいと思うんですが、この子の iPod でね、めっちゃ画質悪いんです。なのでノエノンにちょっとスマホを借りてやっていきたいと思います。ノエノンさん、いいですか。出ました、思います。はい、やりましょうか。ちょっと待って、あ、先輩、さすがブリッコ先生、力の握力がないアピールね、すごい。まずはスノーでやっぱ撮って、あの普通にスノーで撮っていきたいと思います。この角度は上から下に行くように普通にまず撮ります。はい、待って、これはね、違う。ちょっと待って、普通じゃなくない？お飴使い、はい、ポーズ。だから言ったじゃん、タイマーにしなきゃ意味ないんだ。え、いける。お、いけてる。はい、こんな感じでね、漏れますよ。聞きました、さっきの撮る時の前の、はい、お豆とかパハイパーイズみたいな、私引いちゃいました。ドンビキビキでございます。ビッキビッキ。これ今動画にしてんの、あんたが。うん、違う、元から2倍速にして、ゆっくり撮ったら2倍速になるからっていうので、いいから、もうもやる。何、2倍速って初めて知ったんだけど。あってなかばはかってなかばは頭に出てくらい、ね、貸して。これでやろう。すいません、このライトって使わないんですか。あ、貸してください。このライトは私だったら、はい、下が普通な盛り方で上から可愛い盛り方で、え、ちょっと待って、待って、え、待って、マジカル、え、待って、初めて聞きました。二刀流になります、こちら。二刀流、二刀流だ、すごい。失礼してる。あっちのクラはこっちのクラはそう引かれるんだ。取れてない。取れてねえわ。あ、いや、あっうちふざけてあってのこまごって言ったらこうなりました。漏れずにこのまんま。もうのこれさ、どうやってやんないっけ、これ。カメラ、ちょっとカメラおかしいって。これちょっと待って、ついてじゃあいきますよ。あってのこまごってやるよ。あ、来ました、斜め45度。悪魔のクッキーをくださーい。うぅいいくよ。3年1度でだ。3年1度でだ。3の1になっちゃったか。ごめん。3だ。待って、3でうってなっちゃうのよ。なんで？見て、かわいい。マジキモいね。ここ見せなくてもいいぐらいキモいと思う。ブスとブス。3、ね、うつ。今日、最大の変顔します。変顔します。で、どっちの方がマジな変顔かいきましょうか。ん？うん、あれ、これ変顔してます。それではキャベバイ。